はい、どうも奈良県 YouTuber チャンネルリンボーです。お久しぶりです。4ヶ月ぶりなんですけど、ちょっとすっぴんで来させてもらってます。すいません。今日は私の美容で一日をお送りしたいなと思っております。で、まあ、4ヶ月撮ってなかったので、まあ、伝えたいこといっぱいあるんですけど、まあ、それもちょっと吹き替え音声的なので徐々に言っていけたらいいかなと思っております。まずはエステの方に行きたいんですけど、8月からもうずっと通っててほぼ毎月行ってます。お姉さんが一人でやられてるとこなんですけど、めっちゃ親切でめっちゃ大好きなお姉さんなんですよ。もう好きすぎ、お姉さんが好きすぎて通ってるって言っても過言ではないぐらい好き。技術も機械もすごい最新のなので、お肌を毎月お手入れしてもらってます。じゃあ早速そっちの方に行きたいなと思います。レッツゴー。大阪北新地駅から徒歩10分ほど、今回はサロン&マインさんにお邪魔いたします。店内ね、めっちゃ可愛いですよね。お姉さんも可愛いし、すっごく癒されます。ちなみにここ女性限定なので、ゆっくりくつろげるかなと思います。実はお姉さんに撮影許可いただきまして、施術中に動画撮るって言ってくださったので、今回撮らせていただいております。大公開です。天井のシャンデリアもかわちい。そして右側が次世代のハイフと、左が水素ピーリング。めっちゃ好きなんです。これこの毛穴洗浄で普段取れない汚れや角質を取り除いてくれます。これをやることで化粧水の浸透力もアップアップ。お次は天然成分 100% 配合の松ヤニパック。通称ツヤ肌ワックス。これをやってあげることで、くすみとか産毛もしっかり取れて、お肌がね、もうツヤツヤのむき卵みたいになるんですよ。ではここからベリベリっと一気に剥がしていきます。これ3回目ぐらいなんですけど、いっちゃん最初に受けた時本当に痛くて泣きました。まあ、実は一個お知らせなんですけど、私がエステ働いてた時、初めてね、まあ、勉強でここに来たんですけど、こうね、施術を受けて、あ、世界って広いんだなと思って、やめちゃいました。すいません、3ヶ月でやめちゃいました。まあ私がただ単にね、勉強に追いつけなかったっていうのもあるんですけど、はい見て、お肌めっちゃ綺麗だった。最高じゃん。これがビフォー。うん、いつもビリビリって剥がすときね、本当にお姉さんの対応が優しすぎて、あ、もう好きってなります。これ私の産毛。これがアフターです。はい、ツヤツヤ、めっちゃ綺麗。以上、私の大好きなお姉さんのお店、サロン&マインさんのご紹介でした。これ6回目なんですけれども、本当に大好き。終わった後はお茶菓子が出てきます。来年もよろしくお願いします。エステ後のツヤツヤ肌でご機嫌なリンさんでございます。では今から、寿司通っていうお寿司屋さんに行きたいなと思います。北新地のお店です。前回はマミーと一緒に行ったんですけど、もう美味しくって私一人でも来ちゃいました。リンボーっていう人間はお寿司と甘いものと、あと睡眠とアニメがあればもう生きていける、推しがいれば最強なんですよね。今年からなんと見事にオタ活にハマってしまったなんですよ。あ、お寿司美味しい本当に。ひらがじの黒字年代。ちょっと私も大人になりまして、お金の使い方っていうのを改めたんですけど、今までだったら、お腹空いたからとりあえずなんか食べに行こうっていう感じだったんですけど、今は違って、来月はちょっといいお店に行きたいから今回はやめておこうっていうふうにお金をちょっと残すようにしたんですね。そしたら自然と毎月ちょっといいお店に行くようになってて、じゃあ気づいたらもうブク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 体重が太って、今やなんと55キロになりました。おめでとうございます。これであなたもデブの仲間入りです。これはイクラの宝石箱や。中にシャリが入ってるのでよくかき混ぜて食べる。ちょっとごめんなさいね、4ヶ月ぶりなので動画の見せ方が。この器どんぐりみたいでかわちい。ここで女性の皆さんに朗報です。3つ目のご報告は、おっぱいがでかくなりました。わーお、アメージング。いや、大人になってもでかくなるっていうこと、私もう衝撃すぎて、これ何をやったかというと、
本当に簡単で、お風呂に浸かりながらリンパの流れをマッサージしてあげるっていうだけなんですよ。腕から胸にかけてマッサージをしてあげる、もうこれだけです。みんなもやってみてちょ。まあ久々ということもあり、ゆるーく動画回したんですけども、皆様に伝えたかったのはこの3つでした。エステをやめたこと、そして体重が55キロになったこと、そしておパーイがでかくなったこと。みんなもね、この4ヶ月で何か変わったこととかあったらコメント欄にぜひ書いてください。動画ね、今年もまだあと1回ぐらい撮りたいと思ってて、来年はパパスに動画を回してもらいたいなと思っております。お魚動画です。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。以上、リンボーでした。またねー。